シリペン先生の抗菌エクササイズ。よっしゃ、よし、やるぞ今日も。はい、暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お尻の具合はいかがですかっていうところなんですが、はい、やってますか。やってます。もうやってますよ、それ。そうだ、絶対やってます。やってますよ、ね、FBI ですよ、俺。意味わかんないです。やってますよ、俺はもう。でもその間にはあんまり2人ともこう、はい、いや、やってズボンが破けましたので。いやいや、こんなやり方間違ってますよ、ズボンが破ける。そんなにきつくペンは挟んでない。いやいや、おかしいな。どんだけ刺してんだ。いや、おかしいなと思ったら、なんかものすごい刺さるんで。刺さるんでって。いやいや、私が長年やってて、一個も破けてないですから。本当ですよ、入れ強く入れすぎなんですよ。そうですかね。ソフトにお願いしますよ。いや、生地は熱いんですよ。熱い。知らないですよ、もう。まあでもそれだけお尻をキュッと締めるという癖がね、つくということはいいことですので、はい、ぜひ次のね、はい、パンツも破けさせていただければ。そうです。ズボンですか、パンツじゃないですよ。ズボンが破けたんですからね、はい、でもそれはシリペンの影響ではないと思うんですけど、ね。はい、はい、ということで今回なんですけれども、はい、ちょっと私最近バービーという映画を見まして。はい、やってますね。はいはい。そういえばちっちゃい頃ロボットとかお人形とかで遊んだなと思って。はいはいはい、はい、お二人もなんかそういうちっちゃい頃遊んだロボットとかお人形とか流行ったなとかありました？それ仮面ライダーとかね。ああ、まあ、ウルトラマンのなんか ビニールなんだ、うんうんうん、なんかわかんないですけど、はい、フィギュアみたいな。フィギュアね、はい、そうですよね。遊んでましたよね。私もバービーとかもそのビニールでできた足とか手とかをこう動かしたりして、うん、ああいうのやってて、あ、じゃあちょっと人形に今回はなってみましょうかっていう、その若い頃、ちっちゃい頃遊んだ人形のこう動きを思い出しながらやってみていただければ、うん、ああ、なるほど、思います。はい、あれって結構動きが、手が曲がるやつと曲がらないやつがあったりとか、うんうん、膝は曲がらなかったりとか、ちょっとしか足開かなかったりとかすると思うので、はいはい、そのペンを挟んでると動きって私たち制限されるので、はい、まあ、ちょっとそのイメージでやってみていただければと思います。はい、で、はい、まあ、1回目はまずやり方をやっていくので、ペンを挟んだと思ってください。はい、で、ちょっとだけ開きます。ちょっと開いた。はい、うん、あの人形ってちょっと足開いてるじゃないですか。はい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 、若干開いてます。もうそれぐらいのレベル、ちょっとだけで大丈夫です。はいはい、したらまず肘から上を曲げて、はい、上に行って戻す。はい、人形の気分。ジャイアントロボですよ、これ。ジャイアントロボ。我々の世代で言うとね。ジャイアントロボ。ジャイアントロボ。はい、そしたら今度は上げたら、はい、足はそのまま動かしません。ひねる。ひねる。で戻す。戻す。で手を下ろす。はい、上げたら。はい、ひねる。あ、今度ひねる。はい、右に行って戻る。で戻す。戻す。これを4回。最後ロボットダンス。そうそうそう。やってみてください。はい、そしたら今度は、今度は上げて、上げてひねったら、はい、ひねるときに右手を下ろす。下ろす。で体を前に倒す。ああ、ロボットダンスですよ、これね。うん、で上げて、で、で元に戻って、はい、左手を下げて、はい、倒して、ガクン。そうそうそう、もうロボットなりきって、はい、上げて、して上げて、はい、戻す、戻す。これを左右、はい、2回です。はい、はい、なんか結構人間的な動きになってます。いや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 、セラちゃんね、あのサンダーバードのハイポパっていうのはめちゃくちゃうまいんですよ。やってくださいよ。いやいやいや、サンダーバード、サンダーバード。ハイポパ。すいません、サンダーバードにしてください、今度。ちょっとサンダーバードも今度検討しますね。今、セラちゃんサンダーバードもモノマネしてるんですよ、こうやって。いつもはやってないですよ。その際に振られた時でやってますよ。足に力入ってないですか。いつもこんな感じでね、サンダーバードやって。ビッグモンじゃないですか、それ。ハイポパ。いつもやってるんですよ、実を言うと。まあそれを最後やって、はい、倒して、戻してをやります。はい、そしたら、はい、はい、どうしましょうか。あの、はい、人形ってなんか股関節のとこちょっとクキクキクキって なんか鳴ったり曲がったりするじゃないですか。はい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 、はい、それのイメージで、はい、右にドン、足をこれでかかと重心で右にドン、で、ペンを挟んだままなの。はいはいはい、したら今度左にトン、で右にトン、で左にトン。これはちょっとゆっくりめにやります。はい、あのいつもの曲に合わせて、はいはい、でそうしたら最後4カウントぐらい余ると思うので、はい、ご自身たちが思うロボットの動き、あ、こうとかこうとか、はいはいはい、
校とか、はい、サンダーバードでもサンダーバードですね多分テラちゃんは。いやいや最後あの4カウントぐらい余るのでそこで自分の思うロボットの動きをしながら手を落とさずに動いていただいて、はいはいはい、はい、となります、はい。なので動きとしては上げるのと上げてひねるのと上げてひねって倒すのと倒す足をドン足をドンってするので、はい、最後足をそうそうそう右と左にカクン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 で最後は自由にロボットのイメージ人形のイメージで動きます、はい、なるほどっていうのになります。はい、なのででは実際に曲に合わせてやってみたいと思います。はい、お願いします、はい、お願いします、お願いします。ミュージックスタート。はいて、うん、おはい挟んで上げて、はい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 上げて、ひねって戻って下ろす、上げて、ひねって、戻って、下ろす、上げて、ひねって、戻って、下ろす、上げて、ひねって、倒れて、戻って、上げて、ひねって、倒れて、戻って、上げて、ひねって、倒れて、戻って、上げて、ひねって、倒れて、戻る、足をゆっくり。ゆっくりゆっくり右に右右右、はい、左に左左左、はい、右に右右右、はい、好きなロボットの動きをしてはい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 くっしーこれあせーのはい終わり。どうですか？いや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 きついっすよこれ。お尻に入れたら全然違うものになりますね。そうあの体の傾きがあのロボット的な傾きができないですよ、ね、だからガクンっていう開けないしねよく綺麗に。なのでも本当に最初はちょびっとからで大丈夫です。はい、ピタッてつけてるのからちょこっと開くぐらいでも多分ペン落とさないようにってすると大変なので、はいはい、ぜひぜひその体の触れるのにひねってガクンカクンっていうのがなんかねできないでしょこれ。スコーンって確かにね。ロボット的なカクンっていうのが。実はこのロボットっぽい人形っぽい動きってパタって決めるのって難しいので。難しいですよ。特にあの挟んでるとできないですね。挟んでるとね。挟んでると。意外と頑張って動こうとするとお尻が無意識にキュッて締まるので、はい、はい、抗菌効果としては高まりやすいので。ああわかりますわかりました。そう。ぜひぜひちょっと皆さんも人形の動きの真似をしていただきながら。はいはい、あのサンダーバードの動きもね。そうお化けでしか私にはできない。できないんですよこれ挟んでるからいつものサンダーバードが。ねえすいません。はいということでぜひぜひご自宅でバービーとかそういう仮面ライダーのお人形をね遊んだ記憶を。ソフビでした。ソフビ。ソフビ。ソフビだ、はいはい、ソフビのウルトラマンとか持ってましたよ、うん、思い出していただいてぜひペンをね挟んでいただければと思います、はい。ということで以上 C ペン先生の抗菌エクササイズでした。やってください。ありがとうございました。どうもー。